どうもゆういちです。今回も他号規定棒でぶっこみ釣りをします。狙いは80センチオーバーの浜風吹きを狙いつつ、今まで釣ったことのない何か新しい魚が釣れたらいいなという感じでやっていきたいと思います。今回はちょっとカゴも投げながらいろんな魚狙っていきたいと思います。起きてつきました。これから準備して釣り始めていこうと思います。今日ははるかさんと一緒です。最初は軽くショーガンとエクセラーでジグ投げてきます。よし、ノーマーク。サバ？いやだって。ほっ。でかい。サバ釣れました。やったね。今日もサニー商事のガルフマンから発売されてる仕掛けでやっていきます。ここのしなりがいい食い込みをするってことで、いい魚狙ってきます。最初はアジ投げてきます。こっちか。来てるね。来てるね。お、なかなかいい。なかなかいいぞ。ハンマー。ハンマーか？ハンマーではなさそうな気がする。ねえ、でもこれ魚じゃないですか？魚ではあ、エイ系、エイサメ系。サメな可能性はありますね。エイラクだよ。それあるよね。エイラクかってね。そうですね。それかどっちか。どっちザメか。トビエイなら俺初魚種なんで。すごいすごい。エイではない気がする。人が釣ってるのはなんて撮影しやすいんだ。人が釣ってるのは全く撮影できないのに。なんだこれ。なんか真面目に魚なんじゃないかと思いたい。走った走った走った。はい。なんだなんだなんだ。俺とは苦かってた。いやなんか いきなり、あ、サメだ。あ、サメだ。でか。エイラク。エイラクっぽい。イラクだ。イラクって感じ。してください、ぜひ。わお。
もし心配なら俺のあれでもタモでもいいっすよ。いきます。長いからどうやって。いいよ。ナイス。ありがとうございます。100、120ジャストだな。あんなに走るんですね、サメも。おお、よかった。なんかビチビチしてる。なんだ。光に寄ってくる誤解みたいなやつですかね。まあ誤解系だと網からつるっと抜けるんですよね。ネイラク部下。ネイラク部下。みんなでしょうね。なんか味は悪くないと聞いたことありますけどね。わあ。ちょいかごで6つ釣れました。やったね。なんか魚だわ。なんか魚が釣れとる。やっと最後に来たぞ。いいのが来た。やった。やりました。よかった。お土産ができた。今日のお土産はサバと赤旗だった。